西側諸国の戦車などの支援によって強化再編されたウクライナ軍の大反攻が近いと噂されている。ウクライナ南部のザポリージャ州とヘルソン州において、ロシアによって住民が強制避難をさせられるとの情報があるとしてウクライナ軍参謀本部が4月8日に明らかにしているよ。そして、昨年9月に一方的にこの領州の併合を宣言したロシアが退避の名目で住民を連れ去る可能性が出ているな。ほんとロシアって身勝手だよね。もう少し住民のことを考えて行動するって気持ちを持てないものかな。さて今回はそんなウクライナ南部の併合された2州で、ロシアが住民の強制退避を計画していることについて、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ザポリージャ州のメリトポリではここ最近爆発が相次ぎ、ロシア側が指名した行政府ではウクライナ軍による攻撃であるとの主張を展開して、4月下旬にも住民を強制退避させることになるとの情報を拡散させていると伝えられているよ。ウクライナ参謀本部ではさらに、メリトポリなどにおいてロシア行政側行政当局が、住民に対してロシアが発行したパスポートを所有しているかどうかの調査を進めているとしていて、ロシア側行政府がロシア派住民とそうでない住民の洗い出しを急いでいるのではないかとしているんだ。そして、ロシアのパスポートを所有している新ロシア派の住民はロシア本土の安全な地域に移動させ、所有していないウクライナ支持の住民については攻撃をされたくない場所に集めて人間の盾とするか、あるいはクリミア半島に強制移動させてウクライナ軍のクリミア半島侵攻を阻止するための人質とするための、準備を進めている可能性があると指摘したみたい。現在メリトポリ市を離れて退避中のウクライナ側のメリトポリ市長であるフェドロフ氏は4月6日、同市に設置されているロシア軍拠点で複数の爆発があり犠牲者が出ているとして通信アプリのテレグラムに投稿したよ。また、この爆発に関してロシア側は、ウクライナ軍にアメリカが供与した M142 高機動ロケット砲システムハイマースによって攻撃されたとしていて、飛来したロケット弾全6発を迎撃し、被害や死傷者は出ていないと主張しているぜ。メリトポリはロシア本土につながるドネツク州とヘルソン州からクリミア半島を結ぶ、ロシア軍にとって重要な補給拠点であることから、ウクライナ軍が計画しているとされるこの春の大規模反攻を前に爆発などが相次いで発生していて、ウクライナ軍が南部戦線におけるロシア軍の補給路遮断を狙っている可能性があるとして、反攻の目標が南部戦線である確率が高いとの見方が広がっているね。ザポリージャ州におけるウクライナ軍の動きを示唆する証拠としては、これまでロシア軍の占領下にあったのではないかと見られていたオレボボ近郊の地域に、ウクライナ軍が進出していることを示す動画が SNS に投稿されているよ。その動画はロシア側が投稿したもので、ウクライナ軍の陣地に向けてロシア軍がドローンを使って投稿を進めるビラを撒いている様子が撮影されており、その映像の背景からバシリカからオレボボを結ぶ幹線道路である T812 がウクライナ軍の支配下にあると判明できることから、これまでウクライナ軍が陣地を設置していたと見られる地点よりもさらに南に 5km ほど進軍していたことがわかり、このことから判断するとこれまでロシアの占領下にあると見られていた、ノボニリフカもウクライナ軍が奪還した可能性が高いとされているんだ。また、この1ヶ月において SNS などではこのオレボボ近郊やドニプロ川沿いのバシリウカの近郊で、撮影された動画や画像が増えていることなどから、この地域がこの先のウクライナ軍の大規模反攻の目標地点であるとする説と、あるいはどこか他の地域での反攻計画を偽装するためにあえて投稿しているのではないかとする説が飛び交っていて、現時点ではまだどちらが正解であるのかは不明ながら、ウクライナ軍の動静を推理する上で興味深い情報として注目されているぜ。ウクライナ軍が西側諸国から供与されるレオパルト2、レオパルト1、チャレンジャー2などの戦車や装甲戦闘車両などによって新編成された総兵員数4万人とも言われている。機械化旅団を投入する先について様々なプランが予想されているが、それらの中でも特に有力とされているのは、ウクライナ南部のザポリージャ州の州都ザポリージャを拠点としてドニプロ川の東岸沿いからドネツク州南部までのラインで、
この戦線を突破してそのまま南進してアゾフ海まで打倒する作戦だね。この作戦によってロシア本土と、ヘルソン州及びザポリージャ州に展開しているロシア軍部隊との連絡を遮断することができて、クリミア半島を含めた地域への補給を断つことになり、さらにアゾフ海沿岸のペルジャンシク周辺に到達することができれば、この先アメリカから提供される予定の射程 150km とされるロケット弾、GLSDB グラウンドローンチとスモールディメンターボム地上発射型小直径爆弾によって、クリミア半島とロシア本土をつなぐクリミア大橋を攻撃して破壊することが可能となるんだ。クリミア大橋を破壊すればヘルソン州とザポリージャ州のロシア軍はもとより、クリミア半島のロシア軍も孤立することとなり、補給を断たれた末に降伏せざるを得なくなるもんね。また、オレボボ付近で現在ウクライナ軍が見せている活発な動きは、ロシア軍が構築した防御陣地の弱点を探り出す威力偵察であるとも考えられ、その場合はメリトポリやペルジャンシクと幹線道路でつながっている交通の要衝であるトクマクを奪還すると見るのが自然だな。あるいは南部戦線ではヘルソン州を流れるドニプロ川を溶かして防御陣地が手薄であろうと見られる。ヘルソン州からクリミア半島北部のジャンコイやメリトポリを目指すとする説もあるぜ。ただ、ウクライナ軍にはドニプロ川のような対岸を溶かできる能力がないことをアメリカ側が指摘していることからその可能性は低いとする見方もあり、橋を利用するのであればドニプロ川に架けられていた橋のうちアントニフスキー橋と、その隣の鉄道橋はほぼ完全に破壊されていることから、残るノバカホフカの水力発電所のダム上を通る橋がどれほど損傷しているか次第であろうと見られているね。このダム上の橋については、以前にウクライナ軍が高機動ロケット砲システム、ハイマースの長射程 GPS 誘導ロケット弾によって大型車両が通行できないほどの穴が開けられていたが、その後ロシア軍によってダムが崩壊しない程度に破壊されたとの情報があり、戦車を含む大部隊が渡れるかは不明となっているよ。さらにドニプロ川の河口にあるムイコラーイウ州のオチャコフから対岸のヘルソン州キンバーン半島に溶かするかのような動きがあったことが、これについてもアメリカ軍による水陸両用作戦のサポートがなければ実現は難しいんだ。以上のことから南部戦線で機械化部隊による大規模反攻には、オレボボからトクマク、あるいはドニプロ川沿いにあるカムヤンスキーからバシリカを経て、ミハイリフカとトクマクを奪還する作戦が最も有力視されているってわけ。また、昨年9月にハルキウ州を奪還した時のように、この南部戦線におけるアゾフ海内通作戦を陽動として東部戦線に新編成の機構部隊を投入して、バフムート周辺のロシア軍を駆逐した上で、昨年7月に制圧されたリシチャンシクとセベロドネツクを奪還する可能性を指摘する見方もあるな。この場合、ロシア軍が昨年のハルキウ州の反攻時のように総崩れになれば、ルハンシク州の州都ルハンシクまでウクライナ軍が一気に到達できる可能性があるほか、バフムートから南下してドネツク州の州都ドネツクを北と西から攻撃することも可能となるんだ。しかしながら、この地域はもともとウクライナの親ロシア派武装勢力の拠点であったため住民には親ロシア派が多く、ウクライナ軍を侵入者とみなして抵抗すればウクライナ軍が兵站を断たれる恐れがあり、さらにロシア本土に近いことでロシア軍への補給が容易なことなどから東部戦線での反攻の可能性は低いとみられているよ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。